こんばんは、楽する暮らしです。私の勝負靴を詳しく紹介します。ピッピシックスクエアトゥーバレーシューズ。スクエアトゥーのフラットなバレーシューズで、水玉模様、生地はメッシュで透け感があります。水玉や縁はベロアのような素材感です。ヒールはほぼほぼありません。インソールは真ん中の部分が少し柔らかいです。底はこんな感じです。このへんてこな滑り止めは自分で貼りました。メッシュの水玉模様はもう売っていませんが、同じ形で素材が違うものは売っています。履いてみるとこんな感じです。素足、靴下あり、デニム1、デニム2、スカート。私はパンツに合わせて履くのが好きです。この靴を買ってよかったと思う理由は3つあります。1つ目は通気性がいいことです。全体がメッシュなので夏に履いていても蒸れにくいです。汗っかきなので通気性がいい靴は本当にありがたいです。2つ目はつま先のスペースが広いことです。私の足は足指の長さに差が少ないスクエア型です。そのためスクエアトゥーの靴だとつま先の負担が少なく履けます。この靴もスクエアトゥーなのでつま先に余裕があって指や爪への負担が少ないです。昔はつま先の尖ったポインテッドトゥーの靴を履いていたので結構爪が変形しています。そういった形のパンプスを履かなくなっても治らないので、自分の足に合った靴を履くのは大切だと思います。3つ目はデザインです。とにかく見た目が好みです。水玉リボンの可愛らしいデザインですが、黒いので可愛すぎず大人でも使いやすいです。おめかししようと思うことが少ないので、あまり頻繁には履きませんが、履くと友人に褒めてもらえることもあります。逆にここがちょっと残念だと思うことは3つです。1つ目はかかとが脱げやすいことです。メッシュの素材が柔らかいためか、足を上げると脱げてしまいます。階段の上り下りで脱げてしまうので結構大変でした。100円ショップで買ったかかと用ジェルインソールを貼ったらほぼ脱げなくなったので、貼りっぱなしで履いています。毛羽立っているので本来は貼れないのですが、無理やり貼っています。2つ目は意外と足が疲れやすいことです。ヒールが低くそんなに重くもないのですが、土踏まずや足の甲、指先が疲れてしまいます。ただ歩き方が変なだけかもしれないですが、たくさん歩くと土踏まずあたりがつりそうになります。2回ほど出先でつりそうになったことがあり、なるべく移動時間が短い予定で履こうと決めました。3つ目はサイズ選びが難しいことです。サイズも試着した時は大丈夫と思いましたが、長く履いていると甲が圧迫されて赤くなってしまいます。つま先やかかとに気を取られてしまい、甲の高さなどはあまり気にしていませんでした。もしかするとつま先にゆとりがある分、甲の高さとバランスを取るのが難しいのかもしれません。他
他の素材でも同じかは分かりませんが、試着の際は紺の高さもしっかりと確認した方がいいと思います。基本的にはスニーカーとサンダルを履いて生きていますが、たまにおめかししたい気分の時にこれを履きます。残念なところもありますが、このバレエシューズはとても気に入っています。ボロボロになるまで履こうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。